白本明日です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介します川崎ゼファー750、クラウンタイガーのご紹介となっています。こちらですね、ほぼ、まあ、オリジナル状態を、ね、キープしてですね、非常にコンディションのいい車両ですね。まずフロント前ですね、ヘッドランプです。こちらね、一眼のヘッドランプとなります。大きなレンズ割れ、メッキ部分のね、錆び色、そういったところございませんね。メーターカバー、こちらのね、メッキもね、転倒による大きな傷、そういったところね、普段ございません。ウィンカーですね、はい、こちらね、大型のね、ウィンカーに変更となっております。もちろんですがね、レンズ割れなどもちろんございませんね。はい、フロントオークです。はい、こちらね、錆び腐食、そしてオイルにじみね、そういったところでね、出ておりませんね。アウターもね、しっかりとね、こちらね、点錆び、塩錆びなどね、出て、ない状態となっております。フェンダーです。はい、ブラウンのフェンダーですね。こちらも転倒によるね、大きなフェンダー割れやね、塗装剥がれ、そういったところもご覧ございません。ホイールです。3本スポークのホイールとなります。大きなガリ傷や曲がりね、もちろんございません。そしてブレーキですね。ダブルディスクです。サビ腐食によるね、キャリパー固着、そういったところもね、特番ございませんね。はい、ではね、サイドマットエンジンです。はい、ゼファー750ですね。丸型の、カムカバーとなります。大きなね、オイルにじみなどもちろんね、見受けられません。キャブレターからのガソリン漏れね、そういったところもね、出ておりませんね。はい、そしてですね、エンジンを守るのはこのね、先ほどのね、エンジンガードですね。ポイントカバー、こちらも転倒によるね、大きなね、傷、削れ、そういったところね、ございませんね。はい、そしてね、フレームです。こちらも転倒による大きなね、傷、サビ、そういったところね、見受けられませんね。サイドカバー、こちらもね、750のね、ロゴがしっかりと入っております。ステップです。川崎オリジナルのステップですね。転倒による大きな削れや曲がり、ございません。はい、そして枕です。こちらもね、川崎オリジナルの枕です。はい、転倒による、ね、大きな傷などございません。サウンドはね、後ほどご紹介したいと思います。はい、ではね、リア足回りです。フロント同様3本スポークのホイールとなります。大きなね、ガリ傷などね、ございませんね。はい、ではね、リア回りです。フェンダー付きですね。はい、ウィンカーね、変更したことによってですね、ちょっと旧車感が出ております。はい、シートです。はい、破れ切れのない、ね、シートとなります。足つき、ね、非常に良さそうです。はい、タンクです。タイガーカラーのタンクですね。こちらね、ちょっとね、一点だけ米粒程度ですけどね、大きなね、支障はなさそうです。はい、タンク内、ご紹介します。はい、タンク内です。はい、こちらもね、大きなね、サビ、そういったのね、出ておりませんね。ではね、エンジン始動いきたいと思います。はい、出上がりきます。ぜひレース車両としていかがでしょうか。皆様のお問い合わせをお待ちしております。